一時金輪仏頂、凡米、英科学者老主任者チャクラは仏頂村の一村。深い瞑想の境地に至った如来が解いた一時の真言母論を神格化したものである。一時とは凡字一文字で表せる母論を真言とすることに由来する。金輪とは天林聖王のうち最も優れた近輪王を意味し、仏頂村の霊言が極めて優れたことを例えたもの。 そのため一時、金輪ワマンダラでは、天輪聖王が従えるという七つの宝が、一時金輪仏頂と共に描かれる。ところいの経典により、如来系の釈迦金輪と、大日金輪の二つの姿が描かれる。釈迦金輪は、釈迦如来初編の仏頂尊とされる。三魔屋型は八野輪、趣子はボロン。その姿は、実際の造形例では、 羅髪の通常の如来ライ型で赤い衣服をまとう。陰相は定員にしてその両手の上に輪郭を乗せ、趣味山の上の月輪、または日輪の中に座しているものが多い。また、後輩の終焉に輪郭を巡らせてある場合もある。一方、柄に就業第一には、退職は金色で七宝冠をいただき全身から光を放つ。印を結んで、 尻尾で飾られた蓮の花の上に結果不座する。座っている蓮華の下に輪郷、さらにその下に宝池があると記されている。釈迦輪はその輪郷で供養等の天体神を釈伏するとされ、宿養道では強制のもたらす災いを避ける手法の本尊として重視される。一時、奏は曼荼羅中央の大日輪を仏言仏もと、 天林聖王の七種の宝が囲む。大日金ナは、大日如来諸編の仏頂尊とされ、金剛会大日如来が大蔵会日銀、残昧という瞑想の境地に入って唱えた、ボロンの神格化とされる。三枚屋型は十二あり、ン。種子は、釈迦金ナと同じくボロン。その姿は、全身を、ご地方官等の送信部で飾り、陰葬は、佐渡市県 7匹の獅子の支える白蓮花の上に座す。その姿は、金剛界大日如来に酷示するが、大日如来が月輪の中に座すのに対し、大日叶は日輪の中に座すのが特徴である。また、日輪の終焉に輪法が排される場合もある。大日叶は、天台宗では素質寺法の本尊として、金剛界、大蔵界大日如来に並ぶ、御事格とする。 また、仏弦仏もと表裏一体の存在とも考えられ、金剛界大日如来が大蔵界日輪三昧の境地にある姿が、大日叶は大蔵界大日如来が金剛界月輪三昧にある姿が仏弦仏もであるとする。また、一時叶は仏長が釈仏、仏弦仏もが少女によって主情を狂気するという意味でも表裏一体である。 一時金輪仏頂の曼羅に仏現仏も仏現仏もの曼羅に一時金輪仏頂を拝して手法を行うのも両者の補完関係を期待してのものである。つまり一時金輪仏頂の霊言の臨法によって倒された悪心は真実の目を開く仏現仏もによって全身として蘇るのだという。なお一時金輪仏頂を本尊とする手法はあまりに 協力であり、その段から500輸順司法の場所で行われている他の手法はすべて無効化されてしまうとされた。そのため、新言州では、当時の長者のみが衆することを許されていたという。一時金な仏町村は仏画に表されることが多いが、仏像に表されるのは稀である。一例は、中村寺の安置されている一時、金な仏町村像であり、欧州藤原氏 三シ秀平ゲの念じ物と伝えられている。ありがとうございます。